皆さんこんにちは。こんにちは。名古屋の大須賀ラジオ絶元気発信をソーサイドルの OSU です。はい、 OSU のアミーゴこと夏川亜美と、はい、 OSU のようなこと小夏優奈です。イエーイはい、ということで今回も囲碁ウォーズを使って囲碁の対局をしていきます。はい、前回はね一目半差で私が勝ったということで、はい、最近本当に競ってるから、あ、ね、私がもう17級になったよ。え、あれ29級だ、あれ17級になった。成長してます。怖いよ。あ、忘れてた。めっちゃ忘れてた、完全にそこは。戦いに長い戦いが終わったね。終わりました。そっか、あーちょっと立ち直れない。あれボミスでもいいのよ別に。いいんです。すごい今日早いですね。本当打つの？パンパン。ちょっとスピードは速くなったかもしれない。早いですね。でも逆に早く打ちすぎてそのね、あのうっかりが多発してるから危ないよ。いやこれ意味ないんだろうな。うわやってますね。うわ、あれちょっとやめようもう。ちょっとやばいっていうか、もうすでに時はが遅い、遅しなんて、いや、ちょっとやばい、あ、間違えてる、もうこの、なんか追い込まれた時にさあ、どうするかっていう、さあ、そういう、あの、そういうの難しいよね。そうですね。いやーこれもう。あー、ちょっとどういうこと？もうまだ来るじゃん、もう、もういい、まだ来る、すごい。誤差だった今。
誤差が生じた。誤差？時差？時差。時差。もう無理やないこれ。わかんないけど。え、まだいけるのか。あ、間違えた。そんな気がするけど。静かにパスするじゃん。じゃあパスしまーす。でん。え？三目半なの？でも私もっと勝ってると思った。本当ですか？うん。そうですね。ちょっと見えないわ。そうなんだ。なるほどね。はい。はい、なるほどです。なるほどです。ということで、今回も私の勝利でした。イエーイ。でも三目半だからもう前まで本当に何十何目半とかばっかりだったので、はい、あの本当に最近はね競ってるね。そうですね。僅差で戦ってるので、はい、あのなんかアドバイスとかもね、はい、もらえたら嬉しいなって思いますので、ぜひコメント欄に私たちへのアドバイスもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。お楽しみに。以上 OSU の夏川亜美と小田千恵奈でした。せーの、バイバーイ。